小松さんお誕生日おめでとうございます。あと合同成人式もね可愛くていいねさせていただきました。デビューありがとうございます。やばお誕生日だと思われてる。誕生日じゃないです。デビュー配信見てくださった方ありがとうございました。あとそうモーメントもね開始になりました。もうめっちゃね更新しまくって、逆にすいませんもううるさい人になってしまっていませんか。ぜひねメンバーみんなたくさんね更新してるので、ファンクラブ入ってくださったら嬉しいです。あとねアルバムオリコンデイリーランキング1位、本当にありがとうございます。もう本当にねとっても嬉しいです。もうね私そのお話を聞いた時になんかちょっとシビアなお話がみたいな感じだったので、えちょっと待ってこんなにたくさん広告とかも出させてくださっているのにちょっと本当にどうしようと思ってちょっとね本当に心配だったんですけど、そしたらね1位ってお話をいただいて、もう本当にね愛ちゃんのでリーダー発表ぶり泣きました。本当にね嬉しかったです。やっぱり不安な気持ちがすごい大きかったので、でもね1週間ここから1週間ねもっともっと頑張っていきたいので、ぜひねたくさん聞いてくださったら嬉しいです。あと店舗巡りとかも行かせていただいたので、そう渋谷にもねたくさん広告を出させていただいて、なのでぜひねたくさん聞いてくださったり店舗に行ってくださったら嬉しいです。今渋谷蔦屋さんが改装中ですので、下の渋谷蔦屋さんに直接つながっている通路のところの地下の渋地下のところの通路にね私たちサインも書かせていただいたので、ぜひねそのね通路のところも行ってくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。もう本当にとっても幸せでした。もうねすごい素敵なケーキもイコノイジョイチャンネルさんがくださって、とっても可愛かった。12人のね名前が書いたクッキーをね刺さってるねケーキもくださって、あとね嬉しいお花もくださったんです。リコがねお誕生日だったんですけど、そうデビュー前お誕生日だったんですけど、私もねくださって、年からのねお花をくださって、ケーキ美味しかった。もうニア充の味がしました。今日ニア充パーカー着てますよ。皆さんぜひ買ってください。買ってください。そうスピンズさんもねぜひぜひ店舗巡りさせていただいたので、ぜひ買ってくださったら嬉しいです。いやもう本当にねデビューさせていただけるだけでもとっても嬉しいのに、こんなにねCD ショップさんにすごい出させてくださったり広告も出させていただいたり、もう本当に恵まれているなと改めてね感じております。モーメントのコメント見れてますよ。本当にありがとうございます。もう心がね温かいでございます。皆様ぜひたくさんコメントお待ちしております。
スタバの新作ね、どうでしたか？今日ね、スタバに行ったんですけど、なんかね、並んでたらね、どっちか迷いますよねって言っていただいたんですけど、私は全然ね、あのアイスブラックティーを頼む予定だったので、確かにどっちも迷っちゃいますとか言っておきました。だからね、ちょっと正直ね、あ、気まずいということでね、どっちかを頼むという体でね、お話が進んでました。りかこさん、ありがとうございます。ホワイトチョコがおすすめですよって言っていただいたんですけど、ほー、ありがとうございますということで、そう、いちご、あの今回のね、バレンタインですか、なんかね、あの二重構造になってるグラスがどうしても欲しくて今日行ってみたんですけど、もちろん売り切れておりました。あれね、前日の当日に行っても開店前にたくさんの人が並んでいたらしくて、ちょっとね、私甘かった。バレンタインだけということでね、へー、のんさん、ありがとうございます。もうね、すっかりいきなり東北さんさんにハマってしまいまして、たくさんね聞いております。あとね、もうきっと絶対もね、たくさん聞いていますので、皆さんもぜひ聞いてください。無謀人たくさん来てありがとうございます。私の赤だけ映像皆さん見ましたか？私が頭が狂ってるやつ見ましたか？やっぱ人間はね、あの限界突破するとああいう感じで狂うんだなっていう。あやとさん、ありがとうございます。あの人がハイになるまでの映像ということで、私ね、大体ね、あのああいう系のね映像、本当に多分ね、もう実験映像ですかってぐらいね、あのまんまと引っかかって、もジェットコースターの時もちょっとあれはマジで危険映像だったんですけども、今回もね、なんか下りがカットされているらしいんですけど、下りの方が怖かったです。本当に、あ、これは本当にアウトのやつだっていうことでね、下りの時の方がハイでした。で、帰って次の日もう山のことしか考えられなくて、もう授業に集中できなかったっていう。早く登りたいなっていう、そのハイになりすぎてバグってしまったっていうことでした。いや、あ、本当に、え、待って、もしかしてこれ本当に落ちるっていう。風がねすごくてね、あの、ま、本当にああっていうぐらいの風の強さだったんですよ。ちょっと手離したらフューって飛んで飛ばされるぐらいのね風の強さ。いつ登ったんだっけ、いつ登ったんだっけ、全く思い出せない。え、秋ぐらい、登山で一番大変やったことって何でした？やっぱ天候で飛ばされそうになったっていう。でも逆にちょっと雨、雪とか、雪じゃない、雨とか風で良かったなって思ったのは、あの下が見えないんですよ。
全く景色が見えないから、あの怖いとかが分からないっていう。デビューおめでとう、ありがとうございます。カメコシアンギュー、ありがとうございます。いや本当にね、あの時ちょっとこけそうになった時に手を離したらどうなったんだろうっていうね、たまにそういう気持ちになりました。しばらくは私やつの、うーん、なるほどね。いや迷っているんですよ。なんか皆様ぜひね、ハッシュタグなんか案があったら。でもね、あとほんとね、いやいや、危な、すごいネタバレ言うとこだった。ニュージーファーストキャ、ありがとうございます。危ない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 。ついにこちらのリングライト購入したし、またね、同じものを購入し直しました。デビューおめでとう、ありがとうございます。皆様渋谷には行かれましたか？ぜひね、パネルとかとのお写真お待ちしてます。行ったよ、ありがとうございます。渋谷行きたい、ぜひぜひ。 YouTube の切り口、すごい、3000割れてましたが200円、あら、ありがとうございます。確かにこんなの日で、ね、最近めちゃくちゃハマってることがあって、ついにハマってるもの、めっちゃハマってることがありまして、あのマイクラの睡眠導入 BGM を聞くことです。ずっと聞いてます、本当に最高です。なんかね、マイクラの本当の BGM はなんかちょっと寂しい感じがして、なんかね、寂しくなりません？でもね、なんか睡眠導入用にね、改変してくれてるやつがあって、マイクラやりたいです。でもマイクラってなんかみんながいっぱいいてみたいな。あ、最近ハマってるゲームがあって、追いかけ伝言ゲームなんですけど、追いかけ伝言ゲームほんとやってください。あのジリリリリリって、ね、時間になったらあのテルっていうか、あの黒電話が鳴るやつなんですけど、あのほんとに面白いので、ぜひね、お友達とか呼んでやってください。なんかね、ウェブで出てきますよ。そうだ、ガーティック本です。すごい正解。あ
とはねオンリーアップの動画を見るのにもハマってます。めっちゃ面白い。二次会でやつエゴサーク、え、してますよ。皆様いつもありがとうございます。オンリーアップ大好き。なんかね300円ショップに行ってね300円だと思ってレジに持ってったらねあの1500円でした。好きなキャラクターはおパンチウサギさんとイラスト屋さんのウサギさんとねちょっと待って、いっぱいすぎてね逆にねちょっと混乱。エゴさん何で調べてるの？ハッシュタグと私の名前ととかですかね。なんかねあの300円ショップさんはあのもっとね例えば500円商品だったらもう500ってもうめちゃくちゃでかく書いていただけたらありがたいです。あのみたいなテンション感でねもしかしたら書いてあったっぽくてメンションしてツイートして、いやメンションしなくてもねあの見てますよ。でメンションしていただけたらもちろん見ますしメンションしていなくても見ます。そう食べっ子動物の猫です。好きなお菓子は全部好きですよ。でも何でも作ってくれたら嬉しいですよ。もうてかもはや作っていただかなくても嬉しいし作っていただいたら嬉しいしって感じです。好きなお菓子か作る系ですもんね。作る系だと何だろう。でもケーキも好きですよ。名前とあだ名ニアジョイハッシュタグですね。調べるのカラオケ行きたいです。買う系だと和菓子ですね。そうなんですよ。ファミマさんとローソンさんにねファミリーマートさんとローソンさんで流していただけているんです。ニアリーコーチの楽曲を。カラオケ何歌うの？カラオケはイコノイさんの曲しかどうも歌わないんですけど、イコノイさんの曲と羊文学さんが好きなんで低い声か高い声どっちの方が出しやすい。でもなんかニアジョイに入る前は歌ったことがなかったので低い声の方が出しやすかったんですよ。地声が低いから。だから歌える曲がサイレントマジョリティしかなかったっていう理由でサイレントマジョリティ歌ったんですけど、結局なんか最近低い声も下手っぴになってきたからなんか迷走中です。結構ねボイトレ頑張ってるつもりなんですけどなんか迷走しますよね。私ね2週間に1回から2、3週間に1回謎のねスランプに陥るんですよ。なんでねいつもにましてねおかしい時はこやつスランプ中ですなっていうことで見ていただけたら嬉しいです。カラオケはイコノイさんとかたまに野獣歌う。まあでも大体ね練習で行くんですよね。だからまあ瀬戸利順で流すとかなんですけど、羊文学さんの曲、まあこの間ねジョイレジに流していただいたドラマ、私ドラマがねすごく好き、ドラマで好きになったんですけどやばいです、最高です。あとはね曖昧でいいよかな、合ってるかな、
あとは、難しいね。改めて言われると難しいですね。でもよく聞くのはやっぱドラマとかロマンスとかです。あとはね、ゆりさん、私ゆりさんの曲がね結構歌いやすいですね。でもなんか聞いてた、なんか聞いてる回数と比例してきますよね、歌いやすさって。この間ねリゴとカラオケ行ったらね、ボカロさんの曲をデュエットできる楽曲なんですけど、ボカロさんの曲を2人で歌いました。楽しかった。なんかね、私ボカロさんあんまり聞かないんですけど、なんかなんかね結構めっちゃ早い曲、まあ、ヒントって感じなんですけど、めっちゃ早い曲なんですけど、なんかね歌いました。なんか私の姉がめっちゃボカロ好きだったので。私好きだ、大好きすぎるんです。この間あの以前見させていただいた対バンで好きだが流れた時に本当におっとね立ち上がりそうでした。最近本当にキュリンってしてみてさんのキュリンってしてみてが大好きすぎて、本当にもうなんか振りコピしようと思って今頑張って練習中です。サッカー見てるんだけど興味ある？見ることは好きですが、身長縮んだ、3センチ縮みました。私深刻な問題、深刻化、事態を深刻化しています。私ね背骨がねどん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  S 字にね変形していってるので、多分それを S をねキュッと、あの S のここの S がなんかこうなんていうの、こう S ってなってて、このこことここをギュッと押せば多分ね3センチ戻ります。最近ねちいかわさんのアニメをめちゃくちゃ見るのにハマってて、あの質問ドラえもんということで、あの質問なんですけど、あのどうして八割さんはなんかちょっと貧乏飯的なものを食べているんですか？すいません、あれは八割さん界はやばい、ちいかわさん界隈の中であれは別に貧乏飯ではないということだった、本当に失礼極まりない人間なんですけれども、あれはどういうことなんですか？ちょっとね今日ねググってみたんですけど、あんまり出てこなくて答えが。私なんか優しいですよね八割さんは。なんかちいかわさんが泣いてしまった時に「泣いちゃった」ってね「どうしたの？」ってね、優しい。そう、机暖房引っ越したてかな、あれは。モルカーね、いいですよね。おすすめのアニメあったら教えてください。そういえばね、あのこの間父がね、あの日暮らしを泣く頃には全巻ね箱に詰めてたんですけど、改めて見るとあれを集めるっていうのは、ね、素晴らしい能力でございます。どのぐらいたくさんありました。我がうさぎさんね、やっはーって言ってる方ですか？日暮らし好きな、なんかね姉がね好きで全巻集めてて、海ね
海猫もね、全部ね、全部っていうかあるんですけど、でそれでまあなんか全部ドカーって渡されて、まあさすがにこんなに集まっているなら見ようかなということで見たんですけれども、結構ね難しいということで、でもねすごい面白かったです。私はね血の輪立ちが全巻集めきれてないので、あそうだ、あの質問なんですけど、あのあーちょっと待ってください、やっぱ取り消し、それ後で話します。あの昨日ですね、ラジオにね出演させていただいたんですけど、あの眉村さんにね出していただいたクイズ、私ね天才的な回答をして大正解をかましてしまったので、もう本当に嬉しかったので、あのぜひあのラジコさんで聞いてください、お願いします、本当に本当に聞いてください、すいませんお腹が鳴ってるんですけど無視してください、もう本当にもう素晴らしい、私すいませんもうこんなに言ってしまって、もうすごいね正解を出してしまったんですよ。私キャプテン翼さん死ぬちょっとキャプテン翼さんは違うか、キャプテン翼でも翼ってお名前ですよね、でもキャプテン翼さんだとなんかちょっと面白い感じになってしまいますけれども、キャプテン翼のあのキャプテン翼のあの問題を出していただいたんですけれども、私はねあんま知らないんですよその話はね、でもなんかねすごい正解をしてしまったのでぜひね見てくださいちょっとキャプテン翼さんジョージは来ますよ、違いますね、まあ、翼さんなんですかね本当にめちゃくちゃ面白かったのでぜひ見てください。で何の話してたんだっけ、あそうそうそう、あの最近あの漫画のあのなんだっけあの漫画アプリをね入れたいんですけど、あの iTunes カードで購入できる漫画アプリを探しておりまして、でそれであの割とあのなんて言うんですかね、あのそう結構あるあるだと思うんですけど、その LINE 漫画さんとかって LINE 漫画あの女神降臨とかってあれで単行本出てますか、なんか女神降臨ってなんかって言ったら LINE 漫画みたいなイメージあるじゃないですか、みたいな感じ、なんかその LINE 漫画でしか更新されてませんみたいな、どこどこでしか更新されてませんっていうよりかは、そのなんてそのちゃんそのなんていうんですかね、その店舗本屋さんとかで売られてますっていう、そういう系なんていうんですかね、そういうあの紙として出てるやつをが多めのサイアプリで、あの iTunes カードが使えるねアプリを探してるんですけど、ぜひ教えてください、なんかねググったんですけどあんまり出てこなくて、なんかピッコマみたいなやつを入れてみたんですけど、なんかね難しくて使い方が、メガネコにホワイス、そうなんですね、コミックシーンはね、なんかね iTunes カードが使えるやつを探してます。へえ、私女神降臨大好きです、かわいいです、つかまなきゃね、はい、
天野コナーさんは紙よりも電子派ですか？いや紙なんかあんまりね、そのクレカとかいろいろあるじゃないですか、なんかだからそういうの難しくてあんまりね電子で買う言い方がわからないから、なんか iTunes 使えるやつが。アイカツの推しメンは誰？ね私ねどうやゆりか様と誰だったんだよ、葵ちゃんとゆりか様とちょっとあれだろう、でもいちごちゃんを一番集めてたかな。でも葵ちゃんも好きでしたね。青さん連絡しましたか？青さんとはそのねおすすめの家具を送っていますので。あ、誕生日当日ね、あのどこかで配信します。まあ夜できたら夜やりたいと思います。ちょっとねまだ調整中でございます。でも絶対当日やります。今期のドラマ、今期のドラマ何やってますか？イコノイゼッパーで推しメン設定ですか？リップ何使ってるの？リップはねリリミューさん使ってるんですけど、ちょっと今日お仕事の場所に置いてきてしまったのでちょっと何日か使えないということでね、もうショックです。アイカツもう一回見たいですね。キアラさんがあのアイカツので踊っていらっしゃいましたか？お誕生日おめでとうございます。プリパラ見てましたよ。そうも可愛すぎて本当に。モーメント何を載せますか？でも何でも載せちゃいますね。セブンティーン楽しみですか？前日にスイートシックスティーン歌います。歌わなかったらごめんなさい。スペシャル和菓子の年もあります。そうハートをね書きたいんですけど手で書いてるのでもう50回ぐらい書き直してます。あの1個のハートにペンでも買おうかしら。この飯もうそれこそ8割3か私かみたいな感じですよ。てかやばい、ちょっと有線のイヤホンなくしました。ちょっと探しておきます。あ、本当に見つからなかったごめんなさい。ちょっと探しますが、てかもう私の癖で本当に直したいのが、あの配信のねアーカイブ見て思ったんですけど、こうやってやるの本当にやめたい。こうやってやります。こうやるのやめたい。なんかもうよくない見え方が本当にね。
客観的に見るとうわ本当に良くないなっていう直そうっていう気持ちになります。16歳やり残したことある？いやもう毎日たくさんね嬉しいことばっかり皆様がくださるので特にありません。でももっともっとパフォーマンスを向上させたかったという気持ちはあります。でもこれからもっともっと頑張ります。純吉さんありがとうございます。優勢の絵本の人スマホ、それそうなんですよ。なんでちょっと探しますね。私って本当になくし物ランキング世界トップ10って感じなんですけど、このお店の人で来てみたい人ある？いやもう本当にもう先輩方が着用されるから本当にもうとってもお似合いなんですけれども、でもねウルトラレアキースのすごい嬉しかったです。本当に明日渋谷のコック見に行くが楽しみ。あ来月初めての話し会でもか聞いて、そうなんです。もう私ね早くお話し会がしたくて皆さんからツアーの感想をお聞きしたいので、もうすぐなのでね待ってますよ。皆さんお待ちしてます。ぜひね受付とかもありますのでぜひ来てくださったら嬉しいです。対面行かせていただきます。ありがとうございます。皆さんとお話ししたいです。カウントダウンチーム見てありがとうございます。お話から練習してきます。そう私お話から下手っぴランキングトップ5なんで世界、これからもっと頑張ります。本当にねテンパリングって感じです。ツアーの感想ありがとうございます。ミニアルバム一番好き、もう全部好きです。もうね本当にねやっぱたくさん一曲一曲に思い入れがあるのでやっぱりどの曲も最高ですね。それぞれたくさん授業中頭の中でこの後嬉しい、ありがとうございます。いっぱいお話しましょうね。よろしくお待ちしてますよ。マータンさんありがとうございます。このたん世界ランキング1位だとも何かありますか？時間通りに 家を出られないランキングで世界1位です。きっと絶対出てかれます。ありがとうございます。嬉しい。ゆいぽんさんありがとうございます。一番好きな髪型はで私ね顔に余分な肉が多すぎるランキング世界以下略って感じなのでなんか髪を下ろせないんですよ。いつも電車乗るのとかギリギリ。そうですね。でもまあもう私行っても間に合わないと思ったらもう結構諦めるのが早いのでもう多分中盤ぐらいでもうね自転車とかもねロースピードで。クマさんヘアいいですね。家を出る何時間ぐらい前に、あでもメイクをしてから行かないといけないお仕事かすっぴんで入りのお仕事かで変わります。すっぴんで行くお仕事だった場合本当に、2分5分前とかなので、メンバーと泊まったりした時に私がアラームをかける時間がギリギリすぎてメンバーに絶対無理だからっていう言葉を言われます。てか以前の配信デビュー日の配信で私が起きれないって話を起きれないって話をしたんですけど本当に激ヤバエピソードがあって寝れなくて起きれなくて
仕事を遅刻したことないんですけど、一回あの今回のきっと絶対絶対のジャケット撮影の時に、あのちょっとお仕事の関係でみんなと別の時間にね入りをしたんですよ。でその時ね、もう朝に撮影してお昼前に帰るっていう感じで、朝がに撮影をしていただいたの、朝というか明け方に撮影をしていただいたので、その作っていただいたニアリーコールジョイのあの光る看板のそのが映るように明け方にね撮っていただいたんですよ。すごいね、明け方がねすごい準備していただいてすごい嬉しかったんですけど、それでね、一回なんかちょっと時間が空けてからなんかその場所を出ようみたいになって、なんかねあのもうその時間の関係で入れの時間がちょっと私だけ遅れてしまったので、そう寝ない状態でその撮影をしたんですけど、でね手もめっちゃフラグ立ってるんですよ。もう寝ない、そこで初めての睡眠を行った、次バスに乗り込む時間は1時間後ってね、もう絶対寝ちゃいけないのになんか謎に寝てしまったんですよ。しかもしっかりと布団に入ってしたら、もうねあの本当に起きれなくて、あの鬼電がかかっていましてでなんかどんどんどんっていうね、その音で起きて、あのマネージャーさんがねあの叩いて起こしに来てくれててでもメンバーみんなバスに乗ってて本当にね全力の謝罪をしながら乗り込みました。本当にその時はあの何か魔法にかけられたんじゃないかくらい全く起きれなくて、でそこからそのね事件をきっかけにあのジュリーにいつもお願いしてるんですよ。もう本当にその時にもう震えが止まらなかったので、まあでもその時はねその私って仮眠ができないタイプなので、ジュリーにあのお願いしますということでお願いをしてるようになりました。その時の恐怖からね、あのホテル、いやホテルとかで準備していただくときはもう絶対に起きれるようになりました。もうその時がね怖すぎて、そうジュリーに毎回、何時何分に私から連絡がなかったらちょっと様子を見てくれませんかっていう、アンリーさんありがとうございます。だからそこから怖くて何時何分に集合っていうのめっちゃ早く、何時何分にどこどこ集合ってやつはもうめっちゃ早く行って、もう一番にバスに乗り込むぐらいの気持ちで行ってます。もうその事件があってから、アンデさんありがとうございます。でもやっぱ家だとね安心しちゃうんですよ。ジュリーが寝坊して、ジュリーめっちゃ起きるの早いんですよ。だからねジュリーの面白いとこは、なんかジュリーって例えば一泊しかないホテルでももうそこに住んでたぐらいもう自分仕様にカスタマイズされててでたまにこう部屋に入るときに、おおカスタマイズ完璧っすなっていう気持ちになりますね。私は逆にもういつもこの住んでる部屋が汚い分、なんかホテルではなんか謎にねその物を広げないっていう感じなんですけど、ジュリーはねあの一泊なのにもそもそもそこに住居を置いていったぐらいにはカスタマイズが、朝強い子、アリスが朝強いイメージあります。でアリスねすごいんですよ、あの本当に徹夜したみたいな感じでね平気で言ってたりする。えそれはすごすぎるっていうことで、私 ね寝不足だとね吐き気がする系の人なので絶対ね多分オールとかできない。いやすごいですよ、めっちゃ意外、そうめっちゃ意外ですよね。でもねなんか最初の頃はなんかね切れないみたいななんか言ってたような気もしなくもあったりなかったって感じなんですけど、なんかね早起きするようになったみたいな言ってました。偉すぎアリスですよ。部屋ちょっと綺麗になった、そうですねこれからもっともっと綺麗にしていきたいと思います。いつかはねもうここの部屋の全てのものが消滅している可能性もあります。でも美月も
絶対起きるってか早いんですよ寝るのが。えもう結構夜遅い解散の時でも、え私まだ帰宅中ですって時にもうおやすみみたいな感じで連絡来る時あるので、多分ねもうシュッって感じだったので、この間の配信を聞いて納得って感じでした。で美月がねもうあんなねスリムボディーなね理由は多分もうね、あの絶対夜をもう食べずにもう即寝るというね、寝るにね寝るに全力を徹しているっていうところだと思いますね。で美月もね、私が腹ペコの時もねなんか、もう今日はもう本当にすぐ寝る、もうすぐ帰ったらすぐ寝るって言ってる時があるので、平均睡眠最近は言ったらやばそうなんでやめます。でも希望睡眠じゃ希望睡眠時間言ってきますね。希望睡眠は15時間、1日終わる。みっちゃん規則正しい、うん、確かに 早起きなイメージあります。早く寝るし早起き、本当にもうずっと寝てたい、ずっと寝てたい、本当にずっと寝てたい。そんなことが達成される時はもう多分ね相当もう5億年後ぐらいだと思います。夜型、夜型っていうか私の家族全員夜型ですね。なんか朝とか午前中はもうみんな具合悪そうな顔してって感じなんですけど、あの 夜になってくるとみんなテンション上がってなんかもうすごいことになってます。うちのね家族ねなんかおかしいですよ。やっぱり一回寝たらずっと寝れますね。インドアですね。家に出なくていいよって言われたら本当に絶対に達成できる自信があります。みんなねもうてか起きてきません、もうまず誰もあの日が昇ってる時間に誰が起きてることはあんまりありません、私の家で。夜になってくるとやっぱテンション上がってきますね。みんな本当に朝型になりたい。いやあの夜型&ロングスリーパーの人があの社会においてそのなんていうんですかね、あの適応できる方法を今探しておりまして、どうしたらいいですか。愛ちゃん夜型、あー確かに。でも愛ちゃんは丁寧な生活を送りすぎていて、なんかの工程が多すぎる結果みたいな感じだと思う。多分愛ちゃんは半身浴してマッサージしてみたいな感じで、そういうのね多分工程多すぎて結果って感じだと思うんですけど、私ははい一回スマホ、はい一回スマホ、はい一回休憩みたいな感じで、その謎の工程を踏んだ結果なので、あのその質が違うって感じだと思います。ひなこさんありがとうございます。そろそろランキング読もうと思いまして、ちょっとスクショタイム。初めて写真撮影をした人ですかね。というわけで13位の方から読みます。水内さんありがとうございます。12位まさひろさんありがとうございます。11位大地さんありがとうございます。10位まさっちさんありがとうございます。9位まーたんさんありがとうございます。8位ゆいぽんさんありがとうございます。7位そらさんありがとうございます。6位じゅんきちさんありがとうございます。5位あんりさんありがとうございます。4位りかこさんありがとうございます。3位あんずさんありがとうございます。2位あやとさんありがとうございます。で1位はのんさんありがとうございます。明日も配信したいと思います。なので
明日は朝配信しようかなと思っておりおりますので、ぜひね見てくださったら、見れる方いらっしゃったら見てくださったら嬉しいです。いや、じゃあもし有線のイヤホンが見つかったら、有線のイヤホンが見つかったら誕生日の時にスイート16を歌いますね。有線のイヤホンが見つからなかったらすいません。というわけで本日もありがとうございました。デビュー後初めての配信ありがとうございました。本当にね、あの前回のイコノジェイチャンネルさんの配信を見てくださった方ありがとうございました。そして本当にね、皆さんもたくさんね買ってくださってありがとうございます。今後ともね、ぜひともよろしくお願いします。それではありがとうございました。待ってください、朝じゃなかったらごめんなさい。これで皆様早起きさせてしまったら申し訳ない。では